離乳食についてご紹介します。生後5、6ヶ月を過ぎると母乳やミルクだけでは子どもの発育が支えきれなくなってきます。その栄養を補うために離乳食が必要になってきます。離乳食を食べることでいいことがあります。まず、唾液や体内での消化液の分泌の増強です。2つ目、食物を噛む力をつけます。噛む力がつくことで食物の消化、吸収、利用がされやすくなります。3つ目、望ましい生活リズム、食習慣を作ることです。授乳や食事のリズムができるとお腹が空くリズムができます。それが整ってくると睡眠のリズムや生活リズムが同時に整ってきますので、食事の時間は毎日同じ時間になるといいですね。4つ目、食べ物を触ったりスプーンを使ったりなど外からの刺激によって精神面の発達を助けてくれると言われています。このように離乳食を食べることのメリットは大きいです。準備が整ったらぜひ離乳食を始めていただきたいと思います。離乳の開始はだいたい5、6ヶ月頃と言われていますが、個人差があるのでお子さんの食べたがっているサインがあるか観察しましょう。開始の目安としては、首の座りがしっかりして寝返りができる、5秒程度一人座りができる、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる、誰かが食べているところをじっと見たり食べ物に手を出すなど食べ物に興味を示すなどが挙げられています。これらがすべてできるようになってからという意味ではありません。お子さんが食べられそうであればチャレンジしてみてください。それではここから詳しい内容を見ていきましょう。まずは離乳初期、5、6ヶ月頃です。離乳初期は唇を閉じてごっくんの実を覚えていく時期です。離乳食の舌触りや食感に慣れ、飲み込めるようになることがこの時期の主な目的です。離乳食の回数は1日1回で、食べた後は母乳やミルクを欲しがるだけ与えます。離乳食は滑らかなポタージュ状になるように調理します。時期が進んできたら水分を少し減らしてヨーグルト状になるように調理します。まずはじめはアレルギーの心配が少ないおかゆから始めましょう。粒があると初めは食べにくいので、裏ごししたり潰したりして与えます。一さじ食べさせてみて、丸一日経っても異常がないようであれば、2日目も一さじ。それでも大丈夫であれば、3日目は2さじというふうに様子を見ながら量を増やしていきます。お粥に慣れたら他の食材も始めてみましょう。新しい食品を与えるときは、1日1種類までにして、量は1さじ与えます。異常がなければ様子を見ながら1さじずつ増やしていきます。よく食べるからといって、一度に多く与えるのは避けましょう。芋や野菜にも慣れてきたら、豆腐や油の少ない白身魚、片茹でした卵黄といったタンパク質性の食品も始めましょう。味付けの必要はありません。素材の味を生かします。昆布だしを利用しても良いでしょう。大人用の市販の顆粒だしは塩分が入っているので、お子さんには使わないようにしましょう。初期の初めの頃は滑らかなポタージュ状です。裏ごしやすりつぶし、すりおろしなどで滑らかにします。慣れてきたらヨーグルトくらいのとろみになるように仕上げます。おかゆは裏ごしやすりつぶしになれたら、潰し方を少し粗くしていきます。おかゆの作り方を紹介します。お米から作る場合は、10倍がゆはお米1に対し水を10で作ります。7倍がゆはお米1に対し水を7で作ります。お米を洗って水気を切り、鍋に入れて分量の水を注ぎ、2、30分ほど置いて吸水させます。蓋をして強火にかけ、沸騰したら弱火にし、
蓋をずらして4、50分煮ます。火を止めて蓋をし、10分ほど蒸らしたら出来上がりです。炊飯器で炊く場合はおかゆモードを選びましょう。炊いたご飯から作る場合は10倍がゆはご飯1に対し水を4程度で作ります。7倍がゆはご飯1に対し水を3程度で作ります。鍋にご飯と分量の水を入れ、よくほぐしてから蓋をして火にかけます。沸騰したら弱火にし、蓋をずらして15分から20分煮ます。火を止めて蓋をし、7、8分蒸らしたら出来上がりです。ご飯の硬さや作る量、鍋の形や大きさ、火力などによって出来上がり状態が変わるので、水を加減しながら仕上げてください。はじめは裏ごし器で裏ごしするか、すり鉢で丁寧にすりつぶします。慣れてきたら潰し方を少し粗くし、小さい粒を残すようにします。離乳食は焦らずゆったりした気持ちで食べさせましょう。抱っこかベビーチェアなどに座らせて、少し後ろに傾けた姿勢で食べさせます。食べ物がお子さんの視界に入るように、スプーンはお顔の下の方から運びます。スプーンを下唇に乗せて唇が閉じるのを待ち、唇が閉じたらスプーンを水平に抜きます。スプーンは赤ちゃんの口の幅より狭く浅い形のものを選びましょう。スプーンに盛る量はボール部分の3分の1から2分の1程度にするといいでしょう。お子さんの唇を閉じる力はまだ強くないので、食べさせたスプーンに離乳食が残っていることが多いですが、きれいに食べさせるためにスプーンを口の奥に入れたり、上唇や上顎にこすりつけてスプーンを引き抜くことはしないでください。下唇に乗せるように食べさせることで、お子さんが自分で唇をしっかり閉じる練習をしていきます。次に離乳中期7、8ヶ月頃です。離乳中期は舌と上顎を使って食べ物を潰して食べることを覚えていく時期です。離乳食の回数は1日2回にして、授乳と食事のリズムを作っていきます。離乳食を食べた後は母乳やミルクを欲しがるだけ与えます。授乳はお子さんのリズムにもよりますが、離乳食のタイミング以外に1日3回程度の授乳が目安です。離乳食は豆腐くらいの柔らかさになるように調理します。舌と上顎で潰したものを口の中で一塊にして飲み込むという動きをするので、水溶き片栗粉などでとろみをつけても良いでしょう。主食、副菜、主菜を組み合わせた食事にします。いろいろな味や舌触りを楽しめるように食品の種類を増やしていきましょう。おかゆは7倍がゆが目安で、柔らかければ潰さなくても食べさせられます。野菜に加えて海苔やわかめなどの海藻類も柔らかく煮て与えられます。魚は白身魚を中心に種類を増やします。白身魚になれたら赤身の魚にも挑戦しても良いでしょう。肉は脂肪の少ない鶏肉を与えます。細かく刻んだ納豆やすりおろして加熱した高野豆腐も食べさせられます。卵は全卵を使えますが、しっかり火を通しましょう。乳製品はプレーンヨーグルトから始めましょう。味付けをする場合は風味がつく程度に抑えましょう。だしの旨味を生かして調味料はごく少量にしましょう。醤油なら離乳食1人前に1、2滴使うくらいです。中期の頃は豆腐くらいの柔らかさで、3から5ミリ角くらいの小さな粒々を少し潰して仕上げます。食べにくい場合は水溶き片栗粉でとろみをつけます。野菜は3ミリ角くらい、芋やうどんなどは5ミリ角くらいが目安です。
粒の大きさはお子さんの食べる様子を見ながら調整するようにしましょう。家族の食事を作るときに味付けする前のものを取り分けて離乳食にすることもできます。取り分けて小さく切り、水やだし汁などを加えて加熱し、豆腐くらいの柔らかさに仕上げましょう。粒状の離乳食を嫌がって嘔吐しそうになったり吐き出したりする場合は、ペースト状に戻して飲み込む練習を重ねてから再度粒状を試すようにしましょう。また一口量が多すぎてもうまく食べられないことがあるので、一口量が多すぎないか確認しましょう。お子さん一人で座れるようになったら、お子さんの足の裏が床や椅子の補助板などにつくように調整しましょう。お子さんが押しつぶして食べるときに力を入れやすくなります。足の裏が床などにつく安定した姿勢は幼児期以降も続けましょう。麦茶やスープなどの水分を飲ませる場合はスプーンで与えてみましょう。スプーンを横向きにして上下の唇に挟ませながら一口ずつすすらせるようにして飲ませます。食事中に気が散ったり食べムラが出てくることもあります。焦らず無理強いせず、食事の時間帯はなるべく一定にして食生活のリズムを乱さないように過ごしましょう。離乳食の形態がお子さんの口の発達に合っているか、同じ食材ばかり使っていないか確認しましょう。食べないからといって必要以上に母乳やミルクを与えたり、好きなものだけたくさん与えたりするとかえって離乳食が進まなくなることがあります。離乳後期、離乳完了期では食事リズムを大切に1日3回の食事にします。詳しくは9ヶ月時健康相談でお話しします。次に離乳食を作る時の注意点です。調理の前はもちろん、生物に触った時も必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。調理器具や食器などは丁寧に洗い、消毒するなどしてきれいなものを使います。しっかり加熱して火を通し柔らかくします。まとめて作って冷凍しておく場合は、1週間をめどに使い切れる量にしましょう。冷凍したものを使うときは必ず再加熱してから与えます。次に離乳期に注意してほしいことです。蜂蜜は1歳過ぎるまで与えないようにしましょう。離乳食は作ったらなるべく早く食べさせましょう。大人が使った箸やスプーンで食べさせないようにしましょう。離乳の開始や特定の食品の摂取開始を自己判断で遅らせないようにしましょう。食物アレルギーを心配して開始を遅らせても予防効果があるという科学的根拠はありません。時期が来たら少量から食べさせるようにしましょう。アレルギー体質のお子さんの場合は事前に医師に相談してみてもよいでしょう。食物アレルギーと疑われるような症状が出たら、医師に相談して食物除去や開始の計画を立てましょう。最後に、離乳食の開始の時期や食べる量などには個人差があります。お子さんの食欲や成長発達の状況に応じて、進め方や食事量は調節していきましょう。この動画に関するお問い合わせは、小山市役所健康増進課へお願いします。個別相談をご希望の場合は、月1回の乳幼児健康相談にお申し込みいただくか、電話でもお受けいたします。